皆さんありがとうございます。登録者数100人達成しました。こんにちは、Our Life Japan & China のチームと申します。自分は中国の女性と2006年に結婚し、国際結婚歴が14年になる純正ジャパニーズです。実はですね、私子供の頃、小学校2年生ぐらいの時に前歯、もう抜け替わった大人の前歯をですね、2本折っちゃってるんですね。なんでかっていうと、私が教室を床拭きしてたんですよ。手で両手で押しながら足でこう四つん這いになって床を拭いていくじゃないですか。その時に友達が急に足を出してきて、私はそのまま頭からつのめちゃったんですよ。で、床に前歯を当てちゃいまして、2本折れちゃったんですよ。で、今ちょっと取れちゃって治療中なもんですから、前歯がちょっとないんです。で、今仮のものを刺してるんですけど、ちょっともう全然喋れないんで、ちょっと外させてもらっていいですかね。発音ができなくて、前歯ない方がちょっと喋りやすいもんですから、すいません。ということで、今日なんですけども、この Our Life Japan & China のチャンネルは2020年1月1日からスタートさせているんですけども、なんと登録者が100人いきました。まあ、本当に感謝しかありません。こんなど底辺の YouTuber の動画に巡り合っていただいたということ、そしてそれを見ていただいた、そしてコメントをいただき、温かい言葉をかけていただいたこと、本当に感謝いたします。いやー、長かった。 YouTube やってる方っていうのは分かると思うんですが、思ってる以上に登録ボタンを押してくれるっていうのはハードルが高くて、なかなか難しい。私はこの Our Life Japan & China をやる以前にも猫動画を出してたんですけども、なんで猫動画を始めたかっていうと、まあ僕自身あんまり表に出て自分を表現するタイプではないんで、本来顔も出さずに、まあ、飼ってる猫を映しながら YouTube が出せればなっていうのが一つと、もう一つは猫動画を上げてるチャンネルを見させていただいたんですけども、まあただ単に猫をずっと撮ってて、あ、かわいいかわいいってやってるだけで、なんでこんなつまらないチャンネルがもう10万人とか15万人とか登録者がいってんのかなと思いまして、もうもっと編集をうまくして面白おかしく作ってあげればもっと伸びるんじゃないかなと思って、スタートさせたんですけども、もう全然ですね、やっぱり皆さん猫動画を見てる人はある程度、まあ時間のある方で、のんびりこう可愛い猫を、特にまあ子猫とかクーリ可愛いな可愛いなと思いながら眺めていらっしゃる方が多分多いんですよね。で、僕は変にいろんな加工をして編集をして、面白おかしくしようとしちゃったんで、全く人気が出ず、まあ今もそのチャンネルは趣味としてやってるんですが、で、この Our Life Japan & China を今年1月1日からスタートさせて、それもやっぱり全然見ていただくことができなくて、登録者数50人になったのが6月の6日なんですよ。まあ、それでももうすごい嬉しくて、まあもう本当にもうこれを見ていただいている皆さんのおかげなんですけども、今有名人芸能人もうみんな YouTube に進出してきてるじゃないですか。有名な方はもうそれだけですぐもう1日で登録者数なんか数万人いっちゃう人も多いですけども、我々ど素人はそれを一発でこう好きにさせて登録まで持っていくっていうのはなかなか難しい。もう無理だな、諦めようかなとかいう思いも何度もしましたし、1ヶ月間ぐらい投稿をお休みしちゃったこともありますし、ただまあ幸いなことに嫁の田舎の方に行って、その田舎の生活ぶりをアップさせていただきましたら、心に刺さっていただける人が多くいらっしゃいまして、登録が増えてまいりました。
本来私は都会に住んでますんで、まあ、田舎に行って田舎のその風景であり生活でありっていうのを撮影できるっていうのはなかなかそういう時間はないんですね。ですから田舎シリーズの動画でこのチャンネルを好きになっていただいた方っていうのは、まあ、その後アップされてる動画を見て私のまあバカバカしい替え歌ですとか夫婦での雑談とかいう感じで、まあ、がっかりされてる方もいらっしゃると思うんですけども、夏頃にはまた田舎の方に行って皆さんに喜んでいただけるような動画を作っていきたいなと思ってますので楽しみに待っていてください。仕事をしながら YouTube やってますんで動画を撮るのも編集するのも時間がかかる。夜中3時に起きて作業したりとかいうこともザラにありましたし、なんで誰にも見られない動画をなんでこんな苦労して作ってないといけないんだろうという思いが強かったです。でも、まあ、こうしてここまでは来れたので、まあ、次登録者数200人を目指して、できる自分にできることをやっていきたいと思いますので引き続きよろしくお願いいたします。それとちょっと今後のことについて少しだけお話しさせていただきたいんですが、この間一つ朗読をするような動画をアップさせていただきました。これは私が20年ぐらい前に書いた、まあ、エッセイというか、まあ、作文というかを朗読したものになるんですが、当時の心境ってやっぱり初めて中国に来ていろんなものが新鮮に見えてすごく刺激的で、日本にない部分を中国がいっぱい持っていたので自分自身も若くて冒険心がありましたんで、もういろんな感情が湧き上がってたんですよね。でもまあ私も今46になってこの年になってくると昔のその刺激とか感情とか冒険心っていうのはもうほとんど消え去ってしまってるんですよね。ただ昔私が書いていた日記や、当時会社に提出していた日報などを読み返してみると、まあ面白いなというか懐かしいなという思いがしまして、まあ、これをなんとか動画にして皆さんとシェアできたら、もしかしたら懐かしい中国という部分を一緒に共有できるのかなと思って、今後もいくつか朗読タイプの動画を出していこうと思ってます。ぜひそちらの方も楽しみにしていただければなと思います。まあ、引き続きできることをやっていきますんで応援のほどよろしくお願いします。